皆さん、こんにちは。このプレゼンテーションでは、ST マイクロエレクトロニクスの TOF、タイムオブフライト測距センサーの紹介をしていきます。はじめに、基本動作を説明した後に、2点の応用例をデモ映像とともに説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、はじめに TOF、タイムオブフライト測距センサーの動作原理を簡単に説明します。TOF センサーとは、エミッターが出力した光、フォトンが対象物に当たって反射してセンサーまで戻ってくる時間を光の速度を使って距離に換算して出力するセンサーです。光の飛行時間、これがタイムオブフライトの由来ですが、対象物によって変化することがないので、計算される距離も対象物の色や反射率に影響を受けないということが TOF の特徴となっています。また、ST の TOF センサーは、ここにあるエミッターやセンサー、それに距離を計算するプロセッサーが、すべて内蔵された使いやすいモジュールとなっています。ここからは、実際の評価ボードを使った基本動作を見ていきます。今、画面に映っていますのが、ST の X ニュークレオシリーズの TOF センサーを搭載した評価ボードになります。ST の STM32 マイコン開発ボードニュークレオシリーズなどと組み合わせて使えるものです。このパックの中には、サテライトボードと呼ばれる子基板が2枚、センサーをカバーするカバーガラス、センサーとこのカバーガラスの距離を調整するスペーサーが入っています。こちらが PC 上の評価用ソフトの画面になります。下にあるスタートのボタンをクリックすると測定が開始されます。上側のグラフにある青い線がセンサーから手までの距離を表していて、手を上下することで線も上下している様子がわかると思います。このように実際の TOF センサーでの距離測定の様子を簡単にご覧いただきました。続いては TOF センサー VL53L1CX を使った1つ目の応用例として、会議室の入退室管理のデモをご紹介していきます。デモの概要としましては、 TOF センサー評価ボード X ニュークレオからセンサー部分を子基板で引き出していて、会議室のドアの上部に取り付けています。この四角い部分がセンサー部分です。デモソフトウェアは、この四角い部分で X ニュークレオに重ねた STM32 マイコンボードで動いていて、センサーからの情報を処理しています。では、どのように人の出入りを検知しているかということですけれども、まずドアの上部から入退室する人までの距離の変化を測定することにより、人がいるいないを検知しております。さらに、この VL53L1CX では FOV、視野のことですけれども、これを順次切り替えることができるので、この FOV をドアの内側、外側で交互に切り替えることによって、人が歩く方向を見て、この2つの情報から入退室を検知しております。それでは、実際のデモの様子をご覧ください。まず、画面左に入室した人の人数が表示されています。1人目の入室の後にドアの前を通り過ぎる人は検知せずに、2人目の人が入室し、正しく2というふうに認識されているのがわかります。その後に3人目の人、4人目の人が入室し、4という数字が表示されているのが分かります。5人目の人は入りかけますが、一旦椅子を取りに戻り、椅子とともに中に入りました。そして5という数字が正しく認識されています。この後にドアの前を通る人や呼びに来た人は検知せず、退出する人数を次々と正しく検知していくことが分かります。いかがでしたでしょうか。TOF センサーを使って非接触で特定の場所に集まる人数を検出できる様子をご覧いただきました。続きまして、 TOF センサー VL53L1CX を使用した2つ目の応用例になりますが、2次元のライダーシステムのデモについてご紹介していきます。こちらのデモでは、VL53L1CX を図のように9つ使用して、1つのセンサーあたりそれぞれ20度ずつ検出させることで、180度の視野角をカバーする2次元のライダーを実現しています。
各センサーでは12ミリ毎秒ごとに13ポイント測定し、160ミリ秒で180度の範囲全体を測定します。合計で117ポイントのライダーデータを取得しています。それでは実際のデモの様子をご覧ください。こちらがデモの様子ですが、画面上部中央の黒い箇所がこの 2D ライダーデモを設置している場所になります。赤い点が TOF センサーが検出している箇所で、カメラで上から撮った画像と合成して表示していますが、周囲の物体を動かすと同時にこの点が動いているのがご覧いただけるかと思います。検出精度やスピードについてご参考にしていただければと思います。いかがでしたでしょうか。TOF センサーの概要と2つの応用例をご覧いただきました。今回ご紹介した製品に関する情報と2つの応用例の情報は ST のホームページより入手できますので、ぜひそちらもご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。